みんなお疲れっぴー、ムッキーだよ。はい、今回はいつもの通りガチャをやるんですけど、なんかちょっと違うみたいなんですけど、なんかここら辺にそういう仕掛けがあるみたいなので、ちょっと探してみます。なんかちょっと他のガチャに紛れて企画ガチャって書いてあるのは、なんかなんだろう、こちらが多分今回やることになってるんですね。ちょっと回してみようかな。え、なにこれ、紙が入ってる。おお、色縛りで、こちらの説明がこちらに、カメラマンさんが指定した色の景品を3つ撮るっていうものになってるそうです。それではね、ちょっとこちらの色縛りやっていこうと思います。カメラマンさん、今回の色系はどんなやつでしょう？緑です。緑系では、緑系の景品を3つ探してゲットしていきたいと思います。では行きます。では緑系見つけたんでやっていきたいと思います。まずはこちら、カエル。こちらをねやっていきたいと思います。こちらね、3本爪だからうまい具合に、ちょっとずつ寄せていこうかな。持ち方は結構良かったんだけどね。惜しい。持ち方めっちゃいい。惜しい。ちょっと別の行きます。おっと、おー、来たんちゃいます。来ました、ゲット。触り心地がめっちゃいいです。ではあと2個挑戦していきます。抹茶スクイーズなのかな。抹茶のケーキ、こちらを挑戦していきたいと思います。狙うポイントは後ろ側の角だそうです。あー、なるほどね。よし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 、どういう風に撮ればいいんだろう。あ、こうやってゲットするのか。よし、来た、ゲット。プニプニしてる、美味しそうな抹茶ケーキですね。ちなみに僕は抹茶が大好きなので、今回の緑系が出た時はよし来たって思いました。最後に挑戦する景品はもう決めてるんで、そちら取りに行きたいと思います。では緑系最後の景品、こちら旅カエル。こちらにね書いてある、カバンにつけられるぬいぐるみ、こちらをね挑戦していこうと思います。
ってかカエル2匹目だね。そしたらはこの旅カエルね、携帯電話の携帯のアプリで出てたの旅カエルで、それやってたのね前だから、もう見た時にあやばい出てるっていうふうに思ってたから、何が何でもこれはゲットしたい。一応全部の姿がコンプリートされてるわけじゃないんだけど、ちなみに今流行りなのかな、放置系のアプリだねこれは。もちろんちょくちょくちょっかいは出さないといけないけど、放置系のアプリです。さよし来た。でもね、本当はちょっとあの本の子か出かける仕様の子にしたいんだよ。ではおそらくラストかな。いや届かねえなこれ。あー届かないな。旅仕様の子にします。あ、いい感じ、ポイントいいよ、いいポイント狙ってる。よし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 。さあ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 、惜しいな。ではラスト1回目いきます。よほど変なとこ狙わなければこの1回も狙えるよ。これで取れるよ。何言っても旅カエルゲットです。いやーいいね、ずっと狙ってただけあって嬉しい。今日取った景品はこちら。かわいい。2つ目こちら、抹茶のケーキ。旅カエル、旅カエルはいいよ、ぜひみんなもやってみてね。今日はこちらの3つ緑系としてゲットしました。今回の動画はここまでです。見てくれてありがとうございました。またムッキーの番でお会いしましょう。それではバイバイ。